お前が占い師か。そうかい、そうかい。ジョーちゃんの遠い親戚が新宿の高級クラブにね。うん、その人が使ってないビルの部屋を貸してくれているんだ。豪気なやつだな。他に何か変わったことはあったか。友達のドローンが警察に捕まったりとか。なんだそりゃ。よかった、なんとかごまかせそうだ。そうそう、あともう一個教えてくれ。何ですか、どうぞ。お前誰だ。何を言ってるの、父さん。おうよ、不思議な話だがな、その面も声も確かにポルカだ。だったら。だがお前は違う、ポルカじゃねえ。何を言ってるのかわからないよ、父さん。理屈に合わない。あのよ、あんまり俺をなめんなよ。棺桶に片足突っ込んじゃいるが、昔はそれなりに修羅場くぐってんだ。何より俺は親だぜ。理屈なんかいるかよ。そうか、親とはそういうものか。愛する息子だぜ、もっと色つけてくれよ。僕の知っている親と随分と違うな。お前、聞きてえことがもう一個増えたぜ。本物のポルカはどこだ。生きてんのか。それは。おいおい、ハズキとシズキが危ないかもしれない。何？約束したんだ、あの子たちを守ると。だから行くよ、後で説明するから信じてほしい。ふっ、話は全く飲み込めねえが、行ってこい。ありがとう。普通の動きじゃねえな、あれ。切っちゃえばよかったのに、親方様。俺は息子の顔したやつをあっさり切れるほど修羅じゃねえよ。